いいかな。どうも、しょうちゃんベースへいらっしゃい。はい、ということで今回は一人で大食い企画です。イエイ。皆さん、お菓子大好きですか？お菓子、俺今日お菓子いっぱい食べたいなと思って、今回はいカントリーマーム買ってきました。スーパーでちょっと安売りだったんですよ。これ20個入りなんですけど、今回1袋、2袋、3袋、4袋、5袋用意しました。計100個。だいたい1枚 10g なので、100×10 で 1000g。1キロです。1キロ食べていきたいなと思います。それではやっていきましょう。レッツゴー。では開けていきまーす。はい。はい。はい。それでは、カントリーマーム1キロチャレンジ、スタート。いただきます。俺はね、バニラのが好きなんだよね。ではバニラから食べていきます。いただきます。うまいね。だいぶ結構、見えないけど。2個目。いける気がすんだよね。ココアもうまい。ココアがきついかもしれない。どんどん食べていきます。あ、ココア、10個目完食です。鼻血出そう。はい、20個目完食です。あとね、これが4袋分あるので、まあぼちぼち食べていきたいと思います。頑張るぞい。キモッ。はい、ということで30個目食べ終わりました。もうね、お腹いっぱいなのと飽きてるのと眠いの、頭が痛い。でも企画は続けます。まだね、食えるので頑張ります。今ね、カメラ止めて YouTube 見たんですよ。はじめしゃちょーさん、カントリーマームの動画を上げてたの知ってた。知ってたけど、しゃちょーさんも100個なんだね。まあ、思うんだよね。同じネタでもやる人が違ければ動画も違うということで、ゾッコー。しんどーい、頭が痛い、しんどーい。40袋目、400グラム目食べ終わりました。満腹とかよりも睡魔がやばい。もう無理。はい、ということでね、今回は結果51個でした。グラム換算すると 510g、 カロリーにすると2448kcal です。成人男性の1日の摂取カロリーはもう等に超えてるね。いやー、頭痛い。はい、ということでごめんなさい、失敗しちゃったんですけど、僕がやる動画は基本ラフな感じなんで、次回の動画でも何やるかまだ決めてないけど、
お楽しみに。